アシュトン・カッチャーはアメリカ合衆国の俳優。アイオワ州、シーダー・ラピッツ出身。父親のラリーはジェネラル・ミルズの従業員。母親のダイアンはブロクターギャンブルの従業員。姉と双子の弟がいる。マイケルは幼少時に心臓移植を受け、また脳性麻痺でもある。母方からアイルランド人の血を引き、カトリック教徒として育つ。 アイオワ大学では生科学を専攻していたが、1997年、当時アイオワ州シダーラビッツにあった、ジェネシスというプロフェッショナルモデル養成事務所のメリー・ブラウンに発掘され、そこが主催するモデルのコンテストで優勝。その後モデルになるために中退。彼がモデルをするきっかけになった要因は、双子の兄弟、マイケルの重い病気を治すための医療費のためであった。 1998年放送開始のコメディシリーズザット 70S 賞に出演し人気を集める。翌年にエクスタシーを探してで映画デビュー。2000年公開のゾルタン星人で映画初主演を果たし同作品がスマッシュヒットとなり若手俳優として注目されるようになる。2003年からは MTV の有名人にドッキリを仕掛ける番組パンクトに コストとして出演。2004年には SF 映画バタフライエフェクトに主演。2011年バレンタインデー及びキスキルで第31回ゴールデンラズベリー賞最低主演団優勝を受賞した。エンターテイメント業界の垣根を越え、カッチャーは優れた投資家としても成功を収めている。カッチャーは特にハイテク分野におけるスタートアップへのベンチャー投資での 成功で知られる。彼はシードからアーリーステージにかけて特化したベンチャーキャピタル A グレードインベストメンツの共同設立者であり、投資先は Airbnb、Deolingo、Fab.com、Fullsquare、Pass、Shazam、Skype、Soundcloud、Uber などであり、すでに発車のエグジットに成功している。過去にブリタニー・マーフィ、ジャニュアリー・ジョーンズなどと交際。 2005年9月に16歳年上の女優、デミムーアと結婚。2011年11月に破局したが、2012年12月になってようやく離婚を申請した。2012年より、ザット 70S 賞で共演していたミラ・クニスと交際をスタートさせ、2014年2月に婚約、2014年9月30日に第一子の女児が生まれた。 2015年に挙式。2016年に第二師団辞が誕生。大のツイッターファンで2009年4月に史上初めて100万フォロワーを超えた。CNN のラリーキング賞において CNN のアカウントとどちらが先に100万フォロワーを得るか賭けを行い、賭けに勝ったカッチャーは10万ドルをマラリア防止のチャリティに寄付をした。2007年7月、米経済史。 ホーブスが、米国で、過去10年間に最も高額な値段がついた、有名人写真のランキングを発表し、2005年10月に、オーケー、市に掲載された、アシュトン・カッチャーとデミムーアの結婚式の写真に300万ドルの値がついて2位にランクインした。2011年2月、バンメディア・インターナショナルによると、デミムーアと結婚する前に住んでいた家を260万米国ドルで、 売りに出したという。この家は2004年に、アシュトンが100万米国ドルで購入し、父親と一緒に改装、改築、増築をした家でアシュトンは、思い出深い家なんだとコメントしている。家の中には、ベッドルームが4部屋に、トイレが4つ、バスルームが3つ、プロフェッショナルグレードのホームシアターと2階まで届く210本、収納可能なワインラックがあり、外には、 インフィニティプールまであるという。アシュトンは売却収益の一部を子供の性的奴隷性の認知度を高め、被害者のリハビリを支援するための NPO 団体、デミアンド・アシュトン基金に寄付し、さらに売りに出されている家を見学するツアーチケットも販売し、その売り上げも寄付すると発表している。2012年にロサンゼルスのハリウッドヒルにある豪邸を購入した。価格は、 1> 約1000万ドルと言われており、総ガラス張りの部屋からは、ハリウッド子が見下ろせる、超豪華版である。2011年8月、米、テレビガイド氏が、テレビ界の出演料のランキングを発表し、チャーリー・ジーンの代わりに出演することになった、テレビドラマ、ハーパー・ボーイズの1エピソードの出演料が70万米国ドルで1位に、ランクインした。アシュトンのギャラレベルの俳優は、ほとんどおらず、 ギャラが高くなると番組側は安い俳優でキャストを入れ替えたりする動きも見られる。テレビ業界ではゴールデンの時間帯のドラマの出演量は一人一、エピソード12万5000米国ドルに抑えるのが最近の傾向である。2011年8月、バンメディアインターナショナルによるとテレビドラマハーパーボーイズ撮影中の控え室として 超豪華なトレーラーハウスを週9000米国ドルでレンタルした。トレーラーは2階建ての全長16メートルで2階部分はぐるっと窓に囲まれており、中は普通の家以上の豪華さになっている。大きなベッドルームにトイレが2つに普通のキッチンもついており、天板は大理石でアシュトーンは控室としてだけでなく、撮影中はこのトレーラーを 自身のプロダクション会社のオフィスとしても活用するため、会議用スペースだけで93平方メートルの広さがある。ありがとうございます。